かかとに釘がポンポンポンとこう刺さってる感じ。そうするとパツンって返ってくるから。で、釘がちょこっと立たって刺してる状態だから、チョンって触るとパタンって。それがないと、ここの勝負なんですよ、今。体全体で頑張って、ここの勝負なんだけど、ここに杭をポンポンと叩くと、ここがこうよ。相手のあり方を、さっきのこれと一緒で変えたんだけど、これも、あ、取ってるんですか。で、また頑張って。こうなんだけど、今度、自分の方にこういう軸を作れば、さっき叩いたと一緒で、これはこれで。なんで優しいって言った。優しいんじゃない。グーでかかとに釘を打つような感じ。そうそう、それのがなんかわかんないから、こう跳ね返ってくる感じ。これは合ってる。で、ここを押した。OK。叩くと、さっきの指も一緒で、あ、これは響いてるけど、あの、まあ、ちょっと適当に肩コンコン。これは何もないんですよ。まあ、見ててわかると思うけど、適当に叩くのは何にも。どこがこっちなのか、ビョーンって戻ってきます、うん、そこが見てて分かんないですか、今ボーンって戻ってる、これはこう響いてる、これはもう入っちゃってるんですよ、これは入っちゃった。そういいよ。